皆さん、こんにちは。こんにちは。今回はですね、私、奥田の方から、松本さんにいろいろと質問させていただくような形で、進めたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。今回のこのいわゆる、コロナウイルス騒動ですね、新型コロナウイルスの、騒動で、一つやっぱり、キーワードになっていくのが BCP ですね、まあ、事業継続計画。これ実際にやっぱりその、想定をしていないような、今回ことが起きているので、このまずそもそも BCP っていうものを、まあ、どのくらい作ってるもんかっていう、松本さんの肌感覚的にどんな感じですかね。どのくらいですか？まあ、統計上のデータはいろいろと出てるとは思うんですけども、でもまあ、いわゆるプロ代理店がかかってるような、本当中小零細っていうことで言うと、まあ、2割ないんじゃないんでしょうかね、っていうイメージですけどね。で、今回、いわゆるこういうその感染症で、まあ、今までその、例えば、災害であるとか、地震であるとか、はいはいはい、そういうものって言ったら、ドーンと来てっていうもんじゃないですか。そうですね。で、感染症って、ちょっと今までとそういう自然災害とは違う感じがすると思うんで、そうですね。これね、やっぱ大きく違いがあるのは、どの段階が危機なのかっていうことの概念がね、結構違ってくると思うんですよ。危機は起きた瞬間に一気に損失が発生して、一気に中断してっていう状況が、これ危機的な状況、いわゆるクライシスという状況なんですけども、じゃあ、このね、こういった感染症っていうのは、どの状態が自社にとってのクライシスなんだっていうところの線引きを、どこでするかによって全然行動が違ってくると思うんですね。うん、そうですね。だから感染者が発生した瞬間からクライシスになるわけじゃなくって、まあそういったね、まあ、今回はパンデミックっていうね、宣言がありましたけども、まあその段階からクライシスが始まるのか、どこからその活動を始めるのかっていうところがやっぱり、すごい難しいところだと思いますね。そうですね。例えば今回のことで言えば、その中国が活動を止めてしまったがゆえに、中国から物が入ってこなくなっても、そこでもいわゆるクライシスが起きている業種もあれば、はい、まだそのね、その段階では何もなくて、それこそ本当に、今のその周りの、飲食店さんのように、その、営業自粛要請が出ても、そこでもう客足が止まって、そこでスタートすることもあったりとかって、これ、業種、業態、地域、規模によって全部違いますよね。全部違いますよね。いや、本当に忙しくなる業態もあったりはしますからね、実際には。そうですね。結構ね、なんか、メンテナンス系の、業者さんっていうのは結構流行ってるっていう、例えばそのリフォームも含めて、今、この時期ね、店舗回収しておけみたいな感じで、チキン、はい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 、いろんなところは店舗回収を踏み切ったりとか話を聞くんで。清掃に関するところとかね、まあ、小口の配達なんかもそうかもしれませんけども、逆にそういうのは増えてきたりしますよね、実際にはね。そうですね。これでも、まあ、今後、我々保険営業として、やっぱりその、お客様 その事業継続っていうことの、まあ、お手伝いをしていこうと思ったら、この BCP っていうことに関しての、まあ、考え方とか、基礎的なことっていうのは、やっぱ押さえておくべきだとは思うんですが、ちょうどこれをその、実は4月のセミナーでやろうと思ったのは、これ6月に延期になってしまった。なっちゃいましたね。まあ、タイミングがいいのか悪いのか、なんとも言えませんけど。はい、でもまあ、我々はね、単に保険を売るだけじゃなくて、お客さんを守るんだっていう発想で考えるならばね、やはり事業中断っていうね、まあ保険でカバーできる事業中断もありますけども、実際にはカバーできないものもたくさんあったりしますんで、まあ、そういったところに対してどう対処すべきなのかっていう準備をね、一緒に行っていくっていうのは、やっぱりすごい重要じゃないかなと思いますけどね。そうですね。まあ、今回のこのね、ウイルスで言うと、まあ、本当にリスクマトリックスでいうと、もう右上にボーンと、ね、一番上に来るような業種もあれば、逆にそうじゃないところの業種もあったりするので、やっぱりそれはその個別個別にその、お客様の状況を見て、そうですね、まあ、アドバイスというのがいりますよね。まあ、やっぱりその、ね、業種もおりますし、規模特性によって、どういったリスクに影響を受けるのかっていうのは、全く違ってきますんで、まあ、だからこそコンサルティング的なね、我々のその存在意義が、あるんじゃないかなとは思いますけどね。これでも実際に今回のこのことがあって、まあ、この、この、コロナウイルス騒動が、まあ、一旦収束したとしても、経営者にとってはやっぱりその
や、これやっぱり BCP いるよねっていう認識になってると思うんで、そういう意味ではその我々がこうアドバイスするチャンスのような気もするんですけども、いかがですかね。まあそれは確かにその通りですね。その通りなんですけども、やっぱ僕らがね、積極的にそういった必要性を訴えていくってことをしないとですね、うん、まあ、阪神・淡路大震災とかね、東日本大震災とかいろんなことが実際あってですね、ああいう状況を多くの経営者が目の当たりにしてるわけですよ。でも、自分で作れますかって言えば作れないわけですよね。まあ、だからこそ、やっぱり我々がきちんと声掛けをして、作成の支援をするってことをしてあげないと、やっぱり必要性を認識することと、それが実際できることは、うん、違ったりしますんで、まあそれをやっぱりね、保険とは関係ないことだっていう世界で片付けるんじゃなくって、やっぱお客さんが亡くなったら、実際困るじゃないですか。そうっす、そうっす。保険代理店にとっての最大の BCP っていうのは、お客さんに長く存続してもらい、かつ発展していくことが、実は我々にとっての最大の BCP だと思っている部分もそうですねありますんで、何かあったときに保険でカバーできないじゃなくって、その会社が保険で払い続けてくれる、存続し続けてくれるってことがない限りは、当然我々の保険料ってどんどん下がっていくわけですからね。そうですね。おっしゃったように、その、お客様が保険料を払い続けてもらうことこそが、我々保険営業にとっての BCP ですから。そうです、そうです。いや、これも地震にしても何しもそうだと思いますよ。うん、その地域から会社がなくなってしまったら、地域密着のビジネスモデルとしての存在意義っていうものが極端になくなってしまうわけですし、まあ今回のね、コロナもどこまでこれ引きずるかっていうのは分かりませんけれども、うん、長引けば長引くほど当然ですけども、保険料の負担ができないっていう会社が増えてくる可能性があるわけであって、うん、そうなってくると、そういった方々がやっぱり、まさにね、お客さんじゃなくなっていくわけですよ。うん、まあその時に仕方がないねって思ってしまうのは、保険代理店としてはどうなのかなと思ったりするので、おっしゃるとおりですね、うん、やっぱお客さんを守りきれなかったっていうね、そこに後悔が残らない形でね、日々我々としてもお客さんと接していくべきじゃないかなとは思いますけどね、うん、でこれちなみに先ほども少しお話しました4月に予定していた保険リスクマネジメント研究会で BCP の、話を取り上げる予定だったのが6月に出てしまってて、はい、で一応その、BCP の、資格と、あとあれですよね、その、作成支援のシステムのリリース、あ、そうですね、はい、こんな話なんですよね、今度は。そうですね、まあ、BCP アドバイザーっていうね、資格講座は、もともとこの RM 支援の中にはあったんですけども、まあ、それプラスですね、今度そういったね、BCP の作成をする、まあ、簡単なソフトですね、そういったものも出来上がってきてますんで。まあ、そういったものをどのように使っていくのかっていう具体的なお話もあるかと思いますので、まあ、ぜひ期待していただければいいかなと思いますけどね。そうですね。まあ、先ほどの話じゃないですけども、今回の一件で、いや、まず自分どこの自社の BCP ちゃんとせなあかんなっていうのは、本当痛感しましたね。まあ、そうですね。まあ、まず自社の BCP を作ってね、まあ、そこでお客さんに提供すると、まあ、これも、必要なプロセスじゃないかなと。まあ、お前のとこ作ってるのかって言われてね、作ってませんって言ってたらね、そうそう、恥ずかしい話になっちゃいますんで。いや、まあ、だから、まず、ね、これ、代理店の店主さん、並びに幹部の方であれば、自社の BCP でしょうし、募集人さんのね、一個人でやっていらっしゃる方にとっても、まあ、自分自身 の、 その、ね、保険募集っていう事業を継続するっていう観点で、まあ、考えられるといい、題材になるんじゃないかなと思いますので、そうですね。まあ、そういった意味ではね、今非常に、そういった意味では、あれなんですね、今後のですね、BCP 作成の、まあ、トライアル期間と、まあ、トライアルって言い方をするとちょっとね、あれかもしれませんけども、そういう期間だと思うんですね。本当にテレワークが機能する状況を作れているのかどうなのか。BCP ってね、絵に描いた文字で意味がないので、実際何かあった時に、きちんと在宅でお客様に迷惑かけない状況が作れるかとか、まあ、事務所に建物がなくなってしまった時にどうなのかってこともそうですけども、やはり、そういった時の体制づくりをしっかりやっていくことが大事なわけであって、まあそういった意味では、今、保険代理店さんね、あちこちテレワークとかやってますけども、まあそういったことをしっかり今できる環境を作っておくことが、まあこれから先のですね、様々な災害とかにも備えることにつながると思いますんでね。そうですね。かしこまりました。
まあ、何度も言ってます、6月の RMCA 保険リスクマネジメント研究会の第10回、セミナーに関してはですね、一応は、開催をする方向ではおります。ただ、ちょっとその状況がわからないですし、まあ、もし状況を見て開催できたとしても、ちょっといわゆるその3密にならないように、ちょっと広めのところに人数限定であるとか、ちょっとその、工夫をして、開催をしたいなと思いますので、これはまた我々の方から、事務局の方からですね、案内をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。松本さん、どうもありがとうございました。はい、すいません。ありがとうございました。